吉田拓郎ラジオでないと。吉田拓郎です。まず早速メール、あと3回かな、だいたい今日含めて。そのどんな気分かって言われると、正直言うとすっきりした、あ、いよいよ終わりだっていう感じで、寂しいなとかね、いろんなメールがたくさんハガキ来てますけども、そういうんじゃなくて、あ、なんか肩の荷が降りたなっていう感じが正直言って僕はあるんですけどもね。いっぱいやりたいことはまたそれはそれとしてねあるし、これは滋賀県の陽子、ラジオネーム。さて、拓郎さん、あ、今度、これは、京都放送を聞いていますということですね。京都放送で聞いてくれてたんですが、ところで、拓郎さんはコンサートの最後に深々と頭を下げられますけれども、それに応じるように、おじさまたちがお辞儀をしているのをご存知でしょうか？知らんなぁ。そんな不気味な光景があるわけ？コンサートの最後に。そりゃやめた方がいいんじゃない、おじさまたちさ、僕に合わせてお辞儀するとさ、それコンサートじゃないじゃない、なんのご挨拶してもどうすんだよ、エンディングだぜ、みんな目線は僕に集中、バンドステージに集中してくれ、お辞儀してしないでいいよね。おじさまたちがお辞儀しているのをご存知し、非常に私は気になっておりましたって。そうなの、そんなの、俺も、まあ、俺ほらお辞儀してるから客席見えないからさ、わかんないけど、お辞儀してるのは良くないんじゃないかなあ。そういうんじゃないんだからさ、コンサートっていうのはね、終わったっていう感じでステージをバーッとみんなで見つめて、あ、目に焼き付けとこう、この胸に焼き付けとくぞって、ね、よーく見といてほしいな。それでね、それから、女性は、あ、お辞儀をしてる人は一人もいませんって、お辞儀一人もいないのは、それでいいんじゃないの？うん。お辞儀は変だよ、君たちがするのは。僕はみんなに対して、今日、2時間、ね、いくつ、いっぱい聞いてくれてありがとう、元気でねっていう感謝の気持ちを込めてお辞儀してるんだけど、君たちはお辞儀するの変だよ。で、私はというと、背伸びをして両手をいっぱいにして手を振ります。背伸びをして両手いっぱいにして手を振ります。心の中でタクローと小さく叫んでおりますね。小さくでも大きくでもいいですけど、お辞儀だけは勘弁してください皆さん。それから、これはラジオネームピノコ。ピノコは60歳です。60歳にして生まれて初めて拓郎さんのコンサートに行きます。浜松と名古屋です。今から楽しみでときめいています。ねえ、60歳で生まれて初めて、僕のコンサートに行く、いらっしゃるということはですね、あれでしょうか、60歳にして、つまり最近になって吉田拓郎っていうのの、曲をお聴きになるようになられたんだ。言葉遣いがぐちゃぐちゃになって、お聴きになるようになられたんですかって、どこまで丁寧なんだろう。この、最近になって、あれですか、吉田拓郎をご存知になったんで、ご存知になったんでしょうか、聴くようになったのかな。だとすると、それは貴重な、あれだね、ことだし、ハッピーなことだと僕は思いますけどもね。僕もハッピーですけどね。まあ、昔からね、ずーっと昔からファンだっていうことを妙に自慢するやつに比べるとね、妙に自慢するやつっているじゃない。メールにも妙に自慢たらしいんだよね。あの頃から知ってるだの、この頃から見てるだの、あそこのコンサートがどうのこの。そういうのに比べると、この60歳にして生まれて拓郎さんのコンサートに新鮮でね、断然新鮮でいいね。ぜひ、楽しんでほしいと思いますけどもね。それから、今回のコンサート、今の拓郎さん、今の拓郎さんが聴けるということをとても楽しみます。そこで、お願いがありますって言うんですか。もう今の僕です。この間、竹部鳥山と打ち合わせを終えましてね、1回目のアレンジの打ち合わせでも、かなり3人で、けんけんがくがくいろんなことやりましたが、やっぱりアレンジは相当、変わりそうですね、今回は。それにね、ミュージシャンも、
大好きなドラマーの村石が入ったりね、キーボードがダブルキーボードということでね、竹部ともいろいろ話して、ね、この曲は竹部がオルガン弾け、この曲は村田くんつんで村田にオルガン弾かせる、この曲は竹部ピアノやる、ピアノとオルガンを交互にいろいろ曲によってこう持ち帰る、弾き換えるっていうのをやろうとか、いろいろね、からギター鳥山とイタルは渡辺はもっとこう白玉って白玉って言ってもわかんねえか、食べ物じゃないよ白玉ね、弾けとか言ってですね、で今回俺もかなりギターでいっぱい入るからなとか言ったら、やりましょう三人でトリプルギターやりましょうとか、いろいろね盛り上がってんだな。それでヒロミは、今回新しい拓郎さんがということで期待してますが、乾いた拍手は、いたしません。湿り気を含んだピチピチな拍手とキャピキャピの黄色い声援を送りますので、拓郎さんはマッチ棒のように細くなった目を大きくパッチリ開けて答えてください。これがね、何年あたりからステージでマッチ棒みたいに2016年の時に言ったのかな、ちょっと目が俺最近あれなんだよな、朝歯磨くときに鏡で見ると少し目がマッチ棒化してるっていうか細くなってきたなって、いわゆる目線に力がない、目力がないなって、やっぱ年齢のせいだなと思ってね、これって今ね今度これは言えない、これは言わないよ、コンサートで、とにかくね、いろいろ話すから、コンサートの MC を楽しみにしといてほしいんですが、これはヒロミからの、メールでしたけどもね。それから、30歳の女性、なぎさ。先日の放送で全部抱きしめたのトロピカルバージョン、私も1年ちょっと前に結婚式のお色直しの後の入場で使わせていただきました。ね。この曲はね、トロピカルバージョンの方だけどね、あれはいいよね。あれはね、僕もね、あれ、富山の結婚式何年前だったっけ ?9 年前。だもう9年も経ってんだ、9年前だったんだけどね、すごくね、いいなーって、自分でもね、いい曲だな、誰の曲だ、自分が歌い始めた時に、ああ、俺だって思ったんだけど、あの曲って、結婚式とかそういうのに合うね。すっごい合ってるなと思ったんだな。あのバージョンがね、あのトロピカルバージョンがいいんだな。あの時僕もね、9年前ですけどね、あれ、合ってるな、こういうところにっていうふうに思ったね。うん。そういう結婚、これから結婚する人どんどん使ってちょうだいね。何言ってるかわかんなくなりましたけどね。それから、55歳の軍。ね、ラジオネーム55歳の軍。私は特に拓郎ファンというわけではないですが、ラジオ DJ として好きです。ラジオ DJ として、吉田拓郎が好きです。俺、ラジオ DJ か、こら。私が拓郎を初めて聞いたのは、友達が好きで聞かされていた小学校の頃だったんですけど、もっと言うんですが、初めて聞いたアルバムが、初めて買ったアルバムが From T でした。いいアルバム買ってくれましたね。ね。これを持っとかないと、これはもう、ダメを持ってないと、吉田拓のファンとは言えない。これはぜひね、一家に一枚だな。持っといてほしいな。この From T のデモテープ、デモ曲の音のバランスが私好みで、おぉ、語るね。音バランスが私好みで、歌が曲のアンサンブルとなっている。日本の音楽では珍しいバランス感覚だと思う、感じました。いいね。述べるね、君。ね。私は詩には興味がないのですが、ちょっと述べてないよ。私は詩には興味がないんですが、ABEX の曲とか、アレンジも演奏もグルーヴ感もミックスも抜群で、歌詞がよく伝わってくるようになりました。やられました。次のアルバムはとても楽しみです。ちょっとこのグルーヴ感やミックスなんかを問題にするっていうところがちょっといいな。ちょっと音楽の話をしてる気になるよね。あんまりね、メールハガキ見ててもね、アレンジのことやらグルーヴ感やミックスがどうこうなんてことをね言ってくる人はあんまいないんだな。
そこは俺正直言って寂しいとこなんだな。そういう話いっぱいしたいんだけどね、音楽の。それちょっと2年間で寂しかったけどね。今回もね、レコーディングエンジニアをね、ちょっとね、これもね、新しい挑戦というか、僕の一つの挑戦系としてね、レコーディングエンジニアをちょっと変えたいと思ってるんですよ。で、ちょっとサウンドを変えてみたい、アルバムにした時にね、思ってたりするんです。DVD も作ったりするんですが、その時の音をね、ちょっと変えたいなと思ってるんで、レコーディングエンジニア変えたいなと思ったんですけどもね。まあそういう、音のこととかね、まあ2年間、いろんな音楽をかけたり、洋楽もかけたりね、やってきまして、音楽の話たくさんしましたが、まあその、音の、音質とかね、音色、それからレコーディングによって、アルバムによって、いろいろ音が違ってるんだっていうこと、エンジニアによって音も変わってくるっていうこととか、それから、グループ感とかそういうのものもアレンジによっていろいろ変わるっていうのは、まあ音楽のね、やや専門的っちゃ専門的なんですが、まあそういう話も、たくさんできるといいですけどもね。それから、これは、リコ。大学時代の話も出ていましたけども、以前に。私は立教大学なんです。あ、立教大学ね。拓郎さんが立教大学を受験していたと聞いて、もし拓郎さんが立教に入学していたらどんなに嬉しかったかと思います。残念、入れなかった。滑っちゃったよ。ただし、文学部、ね、僕は文学部志望だったの。文学部はその当時、一クラスに男子は四五人しかおらず、ほとんどが女子ばかりでした。拓郎さんは4年間女子との楽しい日々に明け暮れることができ、今日の吉田拓郎は多分存在しなかったかもしれないと思うと、これで良かったのかなと、滑ったことで良かったのかなと思ってます。あれはね、僕がね、受験した時もね、大体ね、僕調べたんですよ、下調べでね。クラスにね、男子はね、10人もいない、だったんですね、文学部っていうところは。立教大学は特に。で、まあ、だから、その立教の文学部を狙ったということも、正直言って、なきにしもあらずっていう感じだったんですけどもね、残念ながらね、3次元目でしたかね、試験の。3個目だったかな、英語かなんかの時、その、途中でその問題用紙を見てるうちに頭が混乱してきて、わかんなくなっちゃったっていうか、むしろ問題がわからなくてだな。まあ、単純に言えば、問題が分からなかったということから。で、それ、なんかで分かんねえ。この適当な答えを書いて、教室を出て、そのままね、どっかパチンコに行ったような気がするな、俺。ダメだ、これ、とか思って。立教ダメだ。それでね、それでもう滑ってることは分かってるのにね、発表をね、兄貴に見に行かしたんだよ。とりあえず兄貴、行ってくれよ、つって、兄ちゃんに電話してね、お前だってあれだろ、途中で、なんかパチンコかなんかしに行ったんじゃねえのか、とかって兄貴に言う。いや、それでも通ってるかもしんねえから、とか。甘く見るなとか言ってたけどね、とりあえず兄ちゃん見に行ってくれよ。もしかしたら、当選のとこに俺の番号あるかもしんねえからとかって、言ってもらうことは言ってもらったんですが、ダメでしたね。当たり前ですよね。それから、これは、ラジオネームブッキーは、先週でしたか、いきなり男はダメだと。最近続いてからね、それで今調べたらね、歴史的にこの番組をね、2年間やってきたけど、2017年のね、5月の7日にね、西野カナちゃんのね、西野カナさんの取説の話をしたんだな。で、ここでこの取説を聞いたりして、お前ら本当にこの取説よく聞けよと。ね。ここから始まってんだな、男たちへのお怒り。ね。この西野カナさんの取説、2017年の5月7日なんだよ。こっからもうすでにね、男たちってなんてダメなんだって話はね、ずっと続いてるらしいんだ。だから、今始まったこっちゃないんだな。で、いきなり男はダメなの話、私もクスッと笑って共感いたしましたよ。もう何回も前の放送で拓郎さんから、キンキンであろうラジオでないとの終了終わりが匂わされ、徐々に予感をし、ラジオが終わっちゃうんだなと、私が一抹の寂しさをにじませている頃、うちの人は、重大発表ってなんだ、なんかあったのか、と、ピンとこない様子なんです。はい。ね、男ってピンとこないのよ。
なんかあったのか、なんか重大発表ってなんだ、なんかあったのか、とピンとこない様子です。拓郎さんが2年間ありがとうとおっしゃり、私の気持ちが先に向け切り替わっているのに、まだ何にも飲み込めてない様子でした。ね、おっさんってね、飲み込みが悪いね。本当にね、人の気持ちをわからねえんだな。この人って、例えば私がそろそろ離婚しようかなって、本当はしませんけども、もう本当に私がそろそろ離婚しようかなと思っても、何も気づかずに30年間ありがとうと言って、ね、離婚届でも出してやろうか、この野郎と思ってる時でも、何にも気がつかないに、30年間ありがとうと言って、屈託なく、うんとか言いそうな感じもするし、離婚届を差し出した次の日くらいに、やっと事態に気づくんだろうなと、この男は。ね。だから、30年間ありがとうと言って、屈託なくね、離婚届を出しても、離婚しようかなと思っても、屈託なくうんと言いそうで、離婚届を出した次の日に、やっと現実がわかるぐらいに鈍いと。そういうことです。そういう。そういうね、そういう感じだよね。そういう感じってなんか、なんで男の人って、まあ僕も含めてっていうことにしとくけどさ、男ってなんで鈍感っていうか、こうなんだろうね。頭、テレビ見てても硬いね。なんたら理事会の理事長とかさ、理事長ってつく人たちってさ、なんか硬いな、話聞いてると。で、まあ、偉い人っていうことで、巷では言われてる世の中での扱いが、偉い人とかお偉いさんっていうのは、どうしてこう現実を分かってないんだろうね。みんな不思議なぐらいさ、捉えてないな、現実を。なんか上の空だね。なんか雲の上から見てんのかな、世の中をね。自分だけの世界に入っちゃって、また俺がくどくなるけどさ、そういう、メールでした。君の旦那も。まあでもね、この人が書いてあるんですよ。この、ブッキーさんがね。まあそういう私もこのようなメールを書いてしまう妻だし、持ちつ持たれつということでしょうか。お互い様でしょうかね。離婚はしませんよ。拓郎さんのお宅を見習って二人で仲良くやっていこうと思ってます。ね。そうですよね。まあ、持ちつ持たれつってのはいい言葉だね。確かにね、こういう時には。持ちつ持たれつ、いい言葉だと思うな。それでいいんじゃないかなとは思うんですけどもね。さてね、このコンサートの、リハーサルがいよいよ始まるんですけどもね。まあ、スタッフと話しててね、ツアーのね、リハーサルしてる風景とかね、ツアーのリハーサル、その風景の、動画とかをね、YouTube とかネットでね、バンドのそういうリハーサル風景とか、ちょっとこれからアップしようかっていうね、企画がね、立ってね、この間、アレンジの打ち合わせした時にね、それで、幸いなことに、ツアーのスタッフの中にね、そういうの詳しい人がおりまして、まあ、YouTuber っていうほどじゃないと本人も言ってましたけどもね、そうじゃないんだけど、まあ、詳しいのがいて、彼に、毎回のそのリハーサル風景とかをね、撮影してもらったりしてね、アップしていこうかなんていう話を今してるんですよ。コンサートに向けてね、気分も盛り上がっていくだろうし。だからもう、それ興味ある人は見てほしいんですが、そういうことがあると、僕やね、バンドのメンバーからのメッセージとかも、届けられるんじゃないかっていうんで、な、時代はやっぱり、ネットかな？俺、あれだけネットは信用するなって。2年間言い続けてきたんだけど、最後になって、時代はネットなのかなっていう。ここが微妙なところだよね。だから、まあ、くれぐれも言うけど、ネットが全てじゃないからさ、やっぱ、本当に言い返すようになんだけど、信じるのはあまり良くない。ね。だからあんまり軽はずみに信じない。ネットにある、人の言葉、まあ特に、まあここで言えることは、吉田拓郎に関するニュースなんかは、嘘。800デタラメが多いし、なんか一人よがりで自分勝手に書いてるだけで、そんなのはもう、もしあるとしたらその人の一人よがりで、そいつがなんか自分をなんかアピールするために、他に生き方ないのかっていうのをまた言い始めたけどさ、そういう気がするんだけど、かといって、ネットからブームが生まれたり、ヒットが生まれたり、あるいは流行りが生まれたり、ネットから世の中が動いたりっていうことも間違いなく起こってるっていうことも、ありまして。まあ、とにかく振り回されっぱなしの吉田拓郎。ラジオではないと。
さて、吉田拓郎のこの毎週お送りしている、つまりあれなんですよ、From T というアルバムですね。やっぱりこの番組をやってる途中からね、いろいろ思いついて、でこの番組の中からやってるうちにその、ベストテイクとかいうようなことをやったり、フェイバリットソングとかやってるうちに、これはアルバム作りたいなと思って、From T というアルバムが、無事に発売できてですね、まあこの番組を始めてよかったなと思ってるんですが、その中にやっぱりこう漏れた曲、どうしてもその曲数の関係とかですね、レコード各社の協力でやるしかないんで、そういういろんな条件事情からですね、まあちょっと本当は入れたかったんだけどっていうのがたくさん、まああったこと、事実なんで、それをまあフォローしながらですね、この何週か何週かどこの人だってこの何週間かかけてるんですが、これがまあ今週ぐらいで最後になるかなと思って、今日曲を選んできたのはですね、まあ皆さんはあまり聞いてないという人もいるんですが、この、ま、僕の年齢になるとですね、先にその天国へですね、召されてしまった、行ってしまった友人たちっていうのが、まあ、結構いるんですよ。で、そういう、なんて言うんだろうな、式にまあ参列したりすることも回数が増えてきたりして、それ悲しいな、寂しいなと思う時が多いんですけども、大体僕の感想としてあるのは、70年代をね、生きた人たちっていうかね、まあ、60年代、70年代、特に70年代を生きた人たちっていうのは、なんか僕の印象で言うと、不器用でね、生き方が不器用で、ぎこちない、生き方が不器用だったなっていう人が、まあ、多かったような気がするんですけどね、そういう人たち、たくさんこのお別れをしてしまって、そういう時にこのいろんなこの葬式とかで体験して、そこでまあ出会った人たちと、寂しいねとか言いながら話したりすることの中にですね、一人ある人物がいてですね、まあ、この人実に不器用な実直な人だったんですけども、そこにお葬式にいたですね、作詞家の北条誠君がですね、北条さんがですね、そのお葬式で、まあ、彼を送る言葉っていうのをお願いしますと言われて、その送る言葉の中でですね、あなたの車は非常に素敵なスポーツタイプの車だったから、ぜひ一度乗せてもらいたいなと思っていたんだけども、もういざあなたの車に乗っけてもらって乗ってみたら、ああ、もう車の中はアンパンのかけらやらコーラの空き瓶が転がっていて、もうすぐに降ろしてくださいと言いたかったっていうのをすごい笑わせてですね、で、そのお葬式でありながら会場が大笑いになったんですけどもね、その確かにね、この人のね、青いセリカだったんですけども、車がね、もうすごくかっこいいスポーツカーだったんです、スポーツ車だったんですが、車内が本当にね、車の中が汚ねえんで、本当に汚く乗るやつで、もっと車が洗えよ、磨けよとか、ね、もっと綺麗に乗れよとか思って、この頃いた僕の事務所の人はね、いろんな人がいましてね、僕のマネージャーやってた S 君っていう人はね、ロサンゼルスでレコーディングをした時にね、ロサンゼルスでレンタカーを借りるじゃないですか。向こう行ったらロスは特にね、車なしでは動けないんでね、電車とかないからね。だから、車をみんなレンタカーするんですか。わざわざね、アメリカに行ってロサンゼルスにいるんだから、アメ車とかをレンタカーで借りれよ。借りたらいいじゃねえかと思うんだけど、彼は堅くなな男でね、カローラを借りたんだよ。うん。それでね、お前カローラ、日本でカローラだったら、カローラ乗ってんだったら、アメリカにせっかく来てんだから、なんかムスタングとか借りないじゃないかとかと、いや、僕はカローラですとかってカローラ。それでね、レンタカーだからさ、もうなんかいいじゃん、自由に乗ってて、適当でいいじゃん、それこそ少しは汚したっていいじゃんと思うんだけど、毎日洗車して洗ってんだよ、車を。アメリカであんなに車洗った男、俺初めて見た。そういうのが集まってる事務所だから、ダメになったんだろうな。それでこの、さっき話したブルーのセリカの人もね、車汚かったんですけどもね、なんかその車に乗りたくないっていうの、乗っけましょうかって言ったら、いやいい、俺は歩くとか言いたいような人だったんですけどもね、多くの
知人とかですね、友人が、まあ、先に天国の方に行ってしまいましたが、みんなね、あっちで楽しくやってるんだろうと、思ってますけども、先に行ってしまった人たちの皆さんへの愛を込めて作った曲なんですが、あなたを送る日。胸にしみるようになった。君は人に笑われながら自分を貫いていた。気まじめなんて流行らないと誰もが口を揃えたけれど、気がついたら今の時代君こそ綺麗に生きていた。群れを作り大きな声を上げて、そうすることに強がっている僕は本当の自分さえ流されていただけのこと。激しく恋に焦がれた時も叶わぬことに腹を立てて、優しいだけじゃつまらないの行方も知れない胸の中。小さな春を見過ごしているバカな自分に気がついた時、胸にあふれるこの喜びを今こそ素直に伝えたい。流されないで心の思うまま。
さて、皆さんから、大いに嫌われた吉田拓郎の曲。ね、これも、来週もやるんだっけな。あ、そうか。もうそろそろいいんじゃねえかっていう感じもあるんだけど、あと2回か。今週を含めてね。今週もやりますけどもね、今週嫌われたのは、また、今週嫌われたのはっていうのもなんだけど、まず、四ツ谷の江戸公共、ね、私は四ツ谷で30年以上働いている、昨年還暦になったお姉ちゃんです。還暦になった場合、お姉ちゃんで済むかな。まあ、お姉ちゃんだな。うん。二月に一度、弾き語りのお店に行って2曲ばかり歌うのが今の楽しみです。楽しみ変えなよ。ねえ。男じゃないの？これなんか、送信者っていうところには男の名前が書いてあるんだけど、お姉ちゃんですって書いてあるの。どう、お姉ちゃんなのかな。もう頭が混乱してくるよ、君ら。拓郎さん、私は、黄昏に乾杯っていう曲がうまく歌えなくて嫌いですよ。懐かしさは冬の日の暖炉、心を癒すぬくもりに似て、の、似てのところで必ず使える。ほら、楽器なくてもこうやって歌えるの。当たり前で自分の曲だもんね。歌えるなって。はっきり言うと、に、似てと拳が回り出し、続けて早口で歌うと、ににににに、と止まらなくなります。おかしいよ、君言ってることが。私は江戸っ子で、早口は得意で、単価を切るのは自信がありますが、この歌の、なんとかに似てのにが続くのが、に、似て、ね、がダメです。江戸っ子は、死と火も苦手です。そうだよね、江戸っ子はね、引き出し、とか引き出し、引き出しなんか、ね、あの、死と火。いろいろ東京ね、死と火が、苦手っていう人いる。だから溶かしたコーヒーっていうのが、溶かしたコーヒーになっちゃうんだって書いてある。なるほど。溶かしたコーヒーっていう歌詞だよね。確かにね、あれね、岡本さんの。溶かしたコーヒーっていうのが、溶かしたコーヒーになることがある。この歌の歌唱指導をお願いしたいんですが、ちょっとこれね、これはあんま聞いたことない人いると思うんでね、ちょっと聞いてみましょう、ここのとね。甘い情熱溶かしたコーヒー冷めないうちに飲もうじゃないか触れることないあなたの唇話す言葉は途切れてしまう懐かしさは冬の日の暖炉心を癒すぬくもりに似て少し黄昏でも会えてよかった今は黄昏また会えてよかった少し黄昏でも会えてよかった今は黄昏また会えてよかった久しぶりで聞いたんだけどさ、いい歌だね。吉田君も適当だね、自分の曲に対して。いい歌だね、いい、しかもボーカルがいいね。来週話すけどさ、って来週の話をしてるんだけどさ、来週話すけど、俺実はね、いろいろ事情があってね、いい声の時と良くない声の時がね、ここ何十年かあったんですよ。それは来週なぜそうだったかっていうのをね、もうラジオも最後になって放送も最後だから、皆さんにお伝えしとこうかなと思って、ずーっと黙ってたことがあるんですけどね。だから声がね、絶好調の時とそうでもない時っていうのがあったんですね。今いい声してたねこの曲これなんかフルコーラス聞きたいなと後で時間終わったら聞こうお経分かったかそれから、今度は、酒井、っていう人から、いつも本当に楽しく聞いてます楽しすぎて車の運転中に録音を聞くのは危ないのでなるべくうちにいる時に拝聴しておりますっていうですね、今度のライブも一番行きたい横浜が当選できました。よかったですね。夫婦で、
楽しみにしております。ね。仲良く、持ちつ持たれつでね。おいでよ。ね。よく奥さんの言うことをね、よく噛み締めてね。男たち、俺からの遺言だと思ってね。男たちはね、もっともっと心を開かないかんしね。柔らかい、柔軟な、心が必要だよ。ね。女性から学ぶことは多いぞ。さて、嫌いな歌は全くないんですが、ライブで苦手な歌が全部抱きしめてです。この全部抱きしめてが歌が嫌いっていうわけじゃなくて、この観客の皆様が一体となってパンとやるあのタイミング全部抱きしめてあのタイミングが私だけ合わないのです。この曲がヒットした頃は仕事がむちゃくちゃ忙しくて、あの伝説の番組もほとんど見ておりませんでした。あのね、番組の中じゃやってないんだよ、この振り付けは。これはね、コンサートツアーを始めるようになってからね、あの番組の振り付けをやってた先生っていうかね、振り付け師の人にね、来てもらって、で、コーラスの連中が、なんちゅうの、教えてもらった、学んだんですね、勉強したんです。で、新しい振り付けやったんですが、これが合わないと。ね。あれ僕もね、ステージからね、あれ、メンバー紹介の時に必ずやって、踊ってきてましたけどもね、コーラス隊がね、あれってステージから僕も見てるんですけどね、確かに合ってない人多いね。変なところで、なんかずれてるっていう。リズム感ねえなぁ、この客席とか思う時がね、あるんだな。これね、また口から出まかせ言ってるわけじゃなくて、僕ね、名古屋っていうところはね、結構リズム感いい客が多いね。俺これね、これね、記憶にあるんだよ。ああ、で、名古屋って、だから名古屋がいいっていうわけじゃないんだけどさ、そう思ったことがあるんだな。今回名古屋あるけどな。で、確かにね、ステージから見ててリズム感悪いなーっていうのはね、やっぱりおっさんだよ。やっぱり、ここ行っちゃうんだ。うん、だっぱな、親父だな。さあ、でもね、坂井くん、今回は、これはありません。もうね、驚きのメンバー紹介ですよ、今回は。もうね、これね、この間ね、打ち合わせやった時にね、竹部からね、提案があってんだね。拓郎さん、ここでメンバー紹介ってのはどうですかっていうの曲。この曲でかよとか言ったら、ここでこうなってこうなって、言わないけどね、こうなってこうなって。で、ここって、メンバー紹介してるうちに、僕らがこうやって演奏してこうやって、で、ここへこの曲、言うのをやめよう。危ねえな。もうね、素晴らしいよ、この演出。この竹部のアイデアもバッチリ。俺、うちでね、やってみたんだけど、これはいいやって。だから、全部抱きしめてはもうないですから、安心して、手拍子合わなくてもいいから。うん。今度はみんなね、客席はね、正直言って、これだけは言える。体験したことのない、曲や、体験したことのない、リズム感や、そういうものが、いっぱいありますから。まあ、みんな座ったままで聴いててもいいよ。もう、そんな立たなくていいよ。座ってね、じっと聴いててもいい。とにかくね、楽しんでくれ、音楽を。それから、もう一曲。これは、まさよからですね、福井県の、嫌いなのは、爪です。特に、この歌詞の中で。君が磨いたピカピカの床。愛が滑って自業自得さと。この歌詞は、家事を一生懸命にこなしている女性を捨てようとする男の身勝手さです。主婦としてこんなに腹立たしいことはありませんか。松本隆の詩だよ。君の言わんとすることは僕もね、同感だな。松本君の詩には時々あるよね。あったね、昔、外は白い雪の夜にも、どう考えても、これは男の方からの目線だなっていうのが、ちょっと匂うところがあったし、確かにこの、聞いてみようか、ちょっとね、この爪。不祥な僕を、床屋に行かせ、綺麗さっぱり、どっけを抜いた。
あんまり深く掘り下げずに歌ってた僕もなんだけど、確かにちょっと一生懸命家事をこなしてる女性からすると、君が磨いたピカピカの愛が滑って自業自得だって言われたらかなわないよな、はっきり言って。確かに確かにそうだ、マサヨ正しい。これは松本君に今度会ったら俺言っとくわ、君これはちょっと一生懸命主婦、家事をこなしてる主婦に対してこれはしてひどすぎ、それでなんか別れようなんて身勝手すぎないかこれっていう話だよな。これ大納得でした。吉田拓郎です。一人で喋ってます。日本放送吉田拓郎ラジオでないと。吉田鋼太郎です。皆さん、ブルボンプチシリーズを知ってますか？吉田拓郎ラジオでないと、勝手に選ぶ日本の歌50選。さて、勝手に選ぶ日本の歌50選は、今日はリーですね。リーは、東京都中ちゃんは、郷ひろみ、キキキリンさんのリンゴ殺人事件。ねえ、あったね。から、ピノコ、名古屋は、リバーサイドホテル、陽水ね。それから、ブルーハーツの、リンダリンダ、ね。そして、リップスティック、桜田淳子。リンゴの歌、シーナリンゴね。その他、テラサ店の旅集とか、リンゴ夜明け、美空ひばり、その他たくさん来ましたがですね。まあ、いろいろ皆さんのリクエストも、ね、かけたいところでありますが、リバーサイドホテル陽水もいいなと思ったり、ブルーハーツのリンダリンダもいいなとか思ったりするんですが、今週はちょっと涙を飲んでですね、リはやっぱりこれやらしてよっていうのはちょっと、もう笑ってるからバレたな。うん。これはノリからのメールは、流星が大好きです。下曲も大好きです。市川のライブに当選しました。彼女と行きます。ね。彼女とおいで。ね。彼女とおいで。そう。なんでかわかんない。なんでかわかんないけど、とにかくいいからか。黙って彼女とおいで。ね。そして、横浜のミルク。流星吉田拓郎、今回のコンサートでも歌ってほしいです。大好きな曲です。コンサートではいつも泣かないんですけども、今回思い切り泣いてしまいそうです。もう前回のね、流星で僕がね、とにかくなんつうんだろうな、もう胸がいっぱいになってしまってね、最後のところで。で、この流星は、リハーサルリストには入ってはいますが、今のところやる予定は立ないんだ。どっちかつと、来週話すけど、このセットリストに関してもいろいろあってね。それで、本当にね、なんか、一つ踏み出す感じっていうのを自分で感じたいんで、入らない可能性はあるな。まあ、あえて言えば、一番最後におまけのようについてる、日本放送56周年だっけ ?65 周年 ?65 周年の、特番っていうか、そっちの方だ、ではやるかなっていう。とにかく練習だけは、竹部と鳥山にリハーサルだけはきっちりやっとこうっていうのは、あったんだけどね。それから、これは、神奈川県の花。先日ラジオでツイッターはビキニで盛り上がってましたよ。あ、そうなんですか。へえ。まあ、ビキニでね。まあ、ビキニで、来てもいいけど、立ち入り禁止という、ビキニは立ち入り禁止というのには声を出して笑っておりましたが、拓郎さんが見たくないと言えば言うほどビキニで行ってやろうかという、みんなでやれば怖くないじゃないかっていう、怖さ見たさの心境で、勝手に選ぶ日本の歌だと、私はやっぱり流星、なんていい曲なんだろうと思います。しみじみ、初心に帰ったような、心が透き通ったような、新鮮な気持ちになってジーンとしてしまいます。この流星は、やっぱり、もう一回、やっぱり流星はいいというふうに言ってます。流星のリクエストが圧倒的に多かったので、今日は。でもね、流星といえども今日はね、吉田拓郎じゃなくて、僕がどうしても聞きたい、言ってるね、この、
ミサスグリーンアップルの流星、これを聞いてみたい。日本放送ではあと2回放送は残ってるんですが、福井放送をお聞きの、リスナーの方とは今回でお別れということで、まあでもラジコのエリアフリーというサービスがありますので、ぜひラジコで日本放送を聞いてくださいということなんですが、来週もまだたくさんのメッセージをお待ちしております。僕が私が大嫌いな吉田拓郎の歌、拓郎さんの歌のこういうとこを嫌いっていうのを、いよいよ最後かな、皆さんが嫌いな曲、その理由も書いて送ってください。それから、あなたが覚えているラジオでないとの名シーン、こんなことがありました、こんな面白いシーンがありましたというのがありましたら、メールをはがきに送ってください。そして7月10日に予定している日本放送開局65周年記念の吉田拓郎ライブでないと、2019 in 神田共立講堂、吉田拓郎ライブでないと2019 in 神田共立講堂、いよいよ来週の放送で詳しい情報を発表することになっております。メールアドレスは ty@1242.com、 高木の宛先は郵便番号 100-8439、 日本放送吉田拓郎ラジオでないとの係です。吉田拓郎でした。